今回はちょっといよいよその、はい、マーチン塗ろうぜって話で、お前を呼ぶ口実を作りたかったの。これでいいのか、とりあえずこれとりあえず大丈夫。ムラがなくなればいいなというぐらいの感じやな。お、うん、塗りこれも塗りすぎなやん、まあ、なるほど、うん、意外とマスキングと取ったら意外とくっきり出てるからね。あ、まあ同じ方向ばっかり出たらあれやで、同じ方向にしかいけんから、逆方向からも吹かなあかんで。福井さん、ただなんかこう白を入れたのか字が浮き出てきましたね、あの黒で塗ってた時の。ほんまやな、出てきたな。なんかね、出てきたんですよ、マスキアが。ねえ、ほんまやな、出てきてんな。そうなんですよね。ちょっとまあ、あと何回か振ったらもっと濃くなるから、はい、多分消えると思うけど、うん、うん、うん、オッケー、うん、またほうし、じゃあ、はいはいはい、休憩。はい。白が思いのほか乗らんな。なんかね。うん。赤とかに変えた方がいいかもな。下手したら。うん。白の上やったら赤多分乗りやすいから、一回白にしてるから。乾いたら次赤塗るか。あ、はい。うん。すげえ、これすごいですね。でも小峠やっぱこれぐらいいった方がいいんじゃ。これこいつ相当こいつ相当いじられたでしょうね。めちゃめちゃ、いや逆にいじられてそうなったんじゃん。お前つけろや俺のもんとか言って、ああ攻撃だったぞお前これつけろとか。いじられてこうなったってことですか。うん、いやもう勘弁してた先輩、あもうつけるとこないっすって、ここつけやんけとか言われて、あいじられてるわけですね、うん、かわいそうなやつやわ。ライトでもうないですよつけるとことか言いながら、ね、ほな次ミラー行こうかとか言われて、これ笑うな、笑うよ、かわいそうな、走ってたらね笑う、これ笑うでしょ、うん、こいつもやばいですよ、やってんなこいつ、こいつはもう自信満々やな。あそうですね、全部がまっすぐ同じ方向向いても自信ならわれやで、あ、はい、今度見てたらつけたなってくるやろ。確かにね、うん、なんかつけてへんことが普通じゃないように見てけへん。あんだけクジャクみたいについてるの見たら。こんなんも全然少なく感じ。クジャク見た後やったら。麻痺すんね。確かに。あれやな、あの、ルイスの常さんの分も買っとかなかな。何なんですか、人につけさせる。壁は。これなんて言うんでしたっけ、キャリア、キャリア、うん、人のバイクにキャリアつける壁どうかなんなんあれやんけ、嫌だなって、嫌だなって言うんやったらあれやけど、いや嫌じゃない、嫌じゃない、嫌じゃない、嫌じゃないですけ ど、そんな嬉しい気ないやろ、かばんでへんねんから、お前まあね、ありがたいですけど、そうやでも大御所女優みたいな感覚よ、リンゴさんみたいなもんよ、若手にスーツ買ってあげたなるみたいな。ああ、うん、なるほどね。あんたお前汚い格好してもスーツ買いなって言って、もうこうたるわ、ほんでダンヒルのスーツ買うみたいなことよ。へえ、なるほどな。だからもう、いやもう、A ベスパー乗ってんねんから、もうつけえなキャリア、もうこうたるわそういうことよ、わ、うん、かるだろ。なるほどね、あそういうことですね、そういうこと、そういうこと、うん、
かっこいいね、やっぱね、タイヤ出てんのな。お父さん後ろにつけたよね、キャリア、ね、タイヤ、うん、あれほんまこうやってネジで止めたけん、ね、グッグって。あら、あれ、あー、ネジやね、出てきた。あった。うわ、これでも本当そうですね、アルジムやつは。うわ、完全にこれの黄色い、ね、T5。はぁ。ベースはレースで培ったノウハウ。へぇ、でもレース仕様なんや。へぇ、だから風切るように。あ、なるほどな。へぇ、だからノーズ長かったんで、こう風流れんやろ。風の抵抗。うん。なくすためにね。すごいなぁ。ちょっとお前言い過ぎたんじゃん。そうそう、乗ってましたね。このおじいさん申し訳ないね、設計士。確かにね。立派な、すごい方やで、これ。だちょうどもう未来志向とのちょうど入れ替わりやったもんな。うん、今のベス、今のこの、ね、近代ベスパと変わる。うん、レースしてんだ。ベスパね。へぇ、面白いですね。ベスパでレースって。RG はこっち側に行くってことやろうよ。こっち側の人間ですよね、レースを。しかも、ベッドも古いですやったやつ。あ、確かにね。まだこんな、あの、エフロイトかぶるみたいなものしてる。あ、で、古いですやったやつ、レースやった。そうか、あいつ、そっち系はこっち系やったよね。ベスパでレースし、うん、ベスパでレースの人か。いつか、ツイッターとか見てたら、うん、ベスパで8体に挑戦しますし、あげるかもな。ベスパで8体。ベスパで8体。DODE にして。ベスパで8体。あ、ベスパで8体。乾きまちやな。あとどうする赤にするもん。赤じゃないと多分もう、セーフでしょ。リアルな。多分乗りにくそうやな。赤も果たしていけるかどうかもわからんし。ああ、そうですか。多分塗装入れてたやつにもう一回、言うたら油入れてるから、うん、溶けてまいよね、多分な、前のやつは。だからもう分解してなあかんと思う、多分な。赤やったらいけると思うやんな。拭いてみようか、赤一見な。あ、はいはいはい。もうかけてみる。一回ちょっと乗せてみる。ああ、きついな。むずいなぁ。難しいっすね。そっか。ちょっと、いける色見てる。青、青もやってみていいかい。ああ。青でどうなるか。あ、青いけるか。青はいけるの。あ、青にするか。ああ、な、うん。青いけるわ、これ。多分。あ、青のボードかっこいいよ。うん。いや、ここはちょっと赤、今拭いたばっかりからちょっとやめとこう。あ、青いけそう、青いける。あ、やっぱこういうのやったらいけんねんな。ああ、よかったよかった。ああ、消える消える、多分。ああ。それでもやっぱうっすら残るんかもな。うん。引き出たら赤口で見えへんけどな。うん。うん。ちょっと黒輪をどうか、うん、お好みかどうかわからんけど、ちょっと一回これで乾かして、はい。上重ねしよう。ああ、はい、うん。申し訳ないなことに。いや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 。うん。俺もこれで上がりぐらいは思う。へぇ。うん。へぇ。色が入ってるよ、これ。おー。な。へぇ。意外とグレーいけたんだろうな、小峠。あー、うん。黒にグレーやったら。知らん。黒にグレー、うん。全然グレーでもいけんで、今からやったらまだ。あ、ほんとっすか。うん。グレーの方が良さそうっすよね。うん。なんか。いや、グレーの方が良さそうやな。これ濃いもんな。はい。あの、透明色じゃないから。あやっぱ赤、白はちょっと透明に近いんじゃないかな。お、ちょうどこの、こいつで終わった。ああ。あともう一本あるから大丈夫。ああ、ほんと。サラピンあるから。うん。俺はもうこれあって乾かし待ちにする。で、終わり。終わり。ええー。よし、あと小峠の、ちょっとこれ乾いていいのかな、もう。ああ、終わりました。小峠、お前、パンクウエストポーチ持ってんのか、これ。いや、持ってないです。作ってないの。はい。作れよ、これ。じゃあ、今度、じゃあ、これ、作りましょうよ。あ、いいよ、作る？いいよ。はい、うん、こんなんすごい。うん。もう、これ二つあるから。へぇー。いいやろう。バイク乗るときだけ使えない。おぉ、面白い。おぉ、ちょっとどうですか。こっち金、こっち金ね。これ、ベースの、あれは一緒ですか？うん、うん、一緒。安い。
安いです。でもこれ一番もう入れやすいね。おー、うん、確かにいいサイズですね。そう、タバコと小銭とカードぐらい、免許とな、ほうほうほう、入れんの。ここも病院行ってこれかっこいいもの病院行って、おー、よろしく、うん、いいや、作ろうこれ、これいいっすね、これ作りたいっすね、うん、うん、楽しい時間やな、また。おー、いいっすね、それ欲しいっすね、作りたいっすね、またもう一個作っちゃうかな、俺じゃあ、うん、うん、これは言おうか、それか、いや、世界語だから、そうだな、ちょっと触りな、いやいや、かっこいいっすけどね、もちろん、うん、それも触りな、うん、触りな、作りな、このジッポもかっこいいっすね。あ、それベトナムジッポやん、戦争時代の。へえ。これ使えるやつですか、全部。使える使える。ベトナム戦争の時。いいですね。これとか面白いですね。交尾してんでしょ。そう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 。そういうの多いね、やっぱ。で、こんなの普通にミッキーマス勝手に掘ったりとか。おお。うん。これここに書いてるんだいたい。これ69年か70年ってベトナム行ってた時のやつ。なるほどね。ほんでここに裏にさ、このジッポで線入ってるやん。うん。これで年代わかんのよ。え、どういうことですか。ここにな、こう、ジッポの横にこう、うん、こっち3本、2本とかあるやん、はい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 、これで何十何年って分かんねんな。ほんでこれで、あ、69年か70年ってことは69年のジッポか、調べてみよう。あ、69年ぺったりやってるもん。これ楽しい、これがまた、うん、はぁ、そう、もうやってもだから、これは68年やっぱ弱い、うん、へぇー、いや、うん、はぁ、すっげー集めてます。これベトナム兵が自分で掘るってことですか。アメリカにから行った、ベトナムに戦争に行ったアメリカ人が、うん、あの、そうそう、掘るよ、自分で、へー、うん、多分そういう掘るやつとかおんやろな、その、なるほどね、あ、俺はじゃあこれ掘ってくれっつって、俺掘って、OKOK、どころにするかとか、あ、ミッキーマス描くとか、うん、多分、うん、そうそうそう、だから1個3万ぐらいなんで、あ、そんなするんですか、うん、安いので1万とか、やっぱ柄が良かったら、うん、こんなん鳥の交尾とか結構いい柄やと思う、ここのグラグラもあるけどな、グラグラが、ね、あー、へえ、かっこいいやろ、かっこいいですね、アンティーク、ヴィンテージ、へえ、指輪これヴィンテージ全部、あ、うん、指輪やんないでしょ、昔やってたんですか、うん、昔やってたけどもうやれへんな、今はな、好きや、これカレッジリングとかね、大学卒業の時にみんな、あ、そうなんすか、そう、カレッジリングって流行って、フィフティーズとかみんなつけるやん、あ、つけますね、そうそう、それそれ、これな、これカレッジリング、かっこいい、これかっこいいですね、うん、へえ、つけてみるか、指に、大学卒業の時にもらうやつなんですか、そうそうそう、うん、カレッジって、あ、そういうことなんだ、確かにフィフティーズこのイメージありますね、そう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 、へえ、あとあれもあるけどな、その軍隊系もな、軍隊系どうやったっけな、これ、あ、これ違うか、うん、なんかあんねん、US アーミーとか書いてたやつかな、これも相当古いで、カレッジリング、これ40年代とか50年代とか、はあ、うん、かっこいいやろ、うん、かっこいいですね、これで日本茶つけてみ、指出してみな、うん、いいじゃない、あ、結構いいじゃん、いいよ、お前指よ、芸人でもあんま指輪つけないっすよね。いや、なんで宮迫さんや。あ、宮迫さん。うん。そっか。宮迫さん、大体宮迫さん好きで。このヴィンテージはこれな。ああ、ね。ID プレートみんなつけるやろ、これ。うん、今日のやつは何なんですか。これもID プレート、イギリスのアンティークのヴィンテージ。イギリスのヴィンテージですか。そう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 。これもヴィンテージ。はあ。つけてみる？はい。僕の腕に合わせてから大きいかもな、あ、いいじゃない、うん、どうだろう、あ、でもいい感じ、ちょっと垂らすぐらいがかっこいい、ちょっと指出しようないいじゃない、いいじゃないまあまあいいですね。まあまあまあいいですね。すごくいいよ。なるほどね。あ、小峠、お前、いや、いっぱいあげたよ、待って。これ。ピストルズトランプ。よくない？お前、ベスパで来てるから持って帰るの大変だと思ってんけどさ。え、これくれるんですか？いいよ。え、なん、あ、本当ですか？そう、見つけちゃった。ありがとうございます。これ超やばい、これ。おー、すげえ。おー、なんだこれ。すげえ。
これもああげよう思ったんやけど持って帰られんか。さすがにちょっと今日は無理っすね、なんで これいらないんですか。いやいや、お前スワンキーズめっちゃ好きだから見つけた時にあげようと買ってもてん。え、マジっすか。そう、よくないこれ。いや、めちゃくちゃいいっすね。かっこいいやろ、この乱発してるスワンキーズ。確かにね、かっこいいっすね。うん、買ったらかっこいいよ。え、これ売ってたんですか。売ってた。どこに売ってるんですか。ネットで。あ、ネットで、うん、すげえ。え、この額縁も入ってる。額は買った。あ、額買ったんですか、うん、すげえ。ちょっと良さげな額がいいかなと思って。確かにかっこいい。すげえ、さすがに。ちょっとありがとうございます。すげえ、ありがとうございます。友達だから。あ、嬉しいです。ありがとうございます。どうだと思うこれ。あー、まあ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 、まあ、重ねるかグレーで行ってみるか。なるほどね。難しいですね、なかなか。ちょっとこっちがグレー塗ってみるか。あ、そうですね、グレーいいですか、すみません。あ、グレーは、あ、グレーですね、いけるな、はい、グレーするか。グレーにします。うん、グレーは完璧やな、はい。あ、グレーもまた圧倒的やわ。グレー強いな。やっぱあるんですね、色によってね。あるある。強い弱いっていうのはね。うん、黒グレーいいかもしれないですね。うん。いいじゃない。はい。うん。全くもって消えたな。うん。よかったよかった。はい。うん、あ、消える消える。ああ、よかったです。強いわ、これ。ああ。これほら、あと2、3回拭こうか。ああ、うん。ああ、やっぱでもちょっと出んねんな。やっぱ強いな、下の白。はあ、なるほどね。やっぱ強いな。うん、ちょっと出てる。確かにね、ちょっと出ますね。まあ、見えへんぐらいやと思うんやけどな。ちょっと置こうか。うん、はい。クキさんまだ乾いてないですか。あ、乾いてるよ、多分。嗅いでみる？はい。おお。どっちから行く？ボーダーとストライプ。どう、あ、でボーダーから行きますかね。ボーダーは。あ、うわ、抜けてる。おお。ツートーン。おお、すごい。あ、綺麗に入ってますね。ほんまやな。すごい。気持ち悪い。ああ、まあでも綺麗に入ってますね。綺麗やな、うん、今マイクを閉じて。へえ、綺麗、こんな入るんだちゃんと。じゃあストライプやってみようか。いや、ストライプ行ってみるね。はい。何でしょうかね。気持ち悪い。なんか気持ち悪いですね。全然思ってたんでちゃうねんけど。俺多分これあれやで、お前ら帰ってから、あの全部黒に、グレーに、グレーに塗り直すと思うわ、多分。全然思ってたんでちゃうもん。欲しい感じじゃないもんだって。ストライプの方がいいかもしれないですね。まだな、まだな、まだ見れるかな。あ、ストライプはいいんじゃないですか。あ、ストライプいいですよ。ああ、ああ、ぽいな。うん、ストライプはね、なんか、ちょっと待てよ、これ、紐入れてみるわ。紐入れたからかな。ああ、なるほどね。ちょっと入れてくれるかね。あ、これ、多分な、紐入れたら変わると思う。なるほどね。うん。でも、紐ない靴って、やっぱなんか、ヌベッとしてるやん。ああ、まあね。紐入れることによって、ね、そうそうそう。なるほどね。靴が靴らしさを増すというかさ。ああ、そうね。うん。紐入れたら意外といけんで。ほら。おお、いいっすね。よほど分かんないな、いいっすね。うん。分からんな、なんか消えるな、はいはいはい、気持ち悪さが。確かにね。うん、ああ、はいはいはい。あ、どう、え、いいんじゃないですか。
もボーダーも別にそこまで違和感なくなったな、ね、やっぱ紐大事な。オッケー、よかった。でもあのやっぱあチェリーでこれやったら、うん、黒もっと綺麗になるんだよね。あ、うん、これちょっと小峠のあれ見ものかもよ。あ、なるほどね。いや、よかったよかった、うん、よし、じゃあちょ小峠塗りに行こう。あ、いけるかも。うん、いけそうっすけど、うん、うん、ほう、これでもあとやっぱあと2、3回やった方がいいかもね、上から上塗りね。ほうほうほう、うん、ちょっとやっぱきついなっていうかね、うん、おでもだいぶ消えたよ、ほんとな。やっぱ白はやっぱあかんかったな。うん、うわここお前、うわマスキング取れてんだこれ、ほらやべ。まあでも黒やから黒塗ってあげた、ほら、うん、うん、オッケー、うん、わかります。ちょっと置いとこうか。はい、いや、めちゃめちゃ俺がやってるやん。いいや、確かに。じゃあ、もう、なぜお前なんて3回分拭いたぞ、お前。病ちゃんの時もそうやってな。病ちゃんの時もすっと俺や。やっぱちょっとこれ、ね、すみませんすみません。いや、やっぱちょっと不得意なんで、ね、ああいうのが苦手なんで。病院の時もずっと俺やって指言わして、今もうスプレーずっとやってもう喉言わして、ずっと言わしてるよ、お前と関わったら。ずっと体言わしてる。ずっと。ずっとどっか悪してる。すみません。ちょっとベスパで旅したいなぁ。ああ、いいっすね。湘南とかさ、行って、前の、しらす丼とか食ってよ。ああ、いいっすね。最高だ。あら、しらす丼食えるんすか？我。あの、もうじゃあ、あの、引いてほしくれな。あの、釜で殺してくれな、我。釜殺し。釜殺しあるやん。釜殺し、ね。しらすの釜殺し。あれと食える。真っ白な、死んで真っ白になってた時は。あの、生の生きた透明な多分。あ、やっぱダメですか。釜で焼き殺して真っ白になってたら食えるけど、それでもあんま食いたない。やっぱダメなんですね。うん、なんか餅乗ってたらいけるな。ん、餅乗って餅乗って餅乗ったら全部いけますよ。いける、お前餅で乗ってたけど、餅で食うってくるんだったらいける。しらすを、しらすもそうやし、その刺身もな。刺身も餅で、うん、餅の熱でこうぐーっと引いとるやん。餅あんなのやけどのもとやから、やけど玉やん。やけど玉、やけど玉やから、あれに寿司に寿司こう餅でくるんだったらもう今日やけど玉引いとるから、うま、ん、く食えるよ、うん、ないでしょそんな料理。刺身を餅でくるむ料理なんかないでしょ。合わないでしょ、餅で殺してくる餅と刺身。なんでお前餅だってもともと米やねんから、餅米やねんから。だからだろ、餅の上に刺身うまいはずよ。合うんすかね、うん、そう言われると。伸びるけど、伸びるけどうまいはずよ。はぁ、うん、まあまあまあ。そうやろ、だってあの、餅に海苔巻いて醤油で食うとか、焼きおにぎりやん、あるし。ああ、磯焼きね。ああ、まあそうか。じゃあ、とろろ芋を、とろろに吸って食うのか、そのまま短冊で食うのかみたいなことやろ、餅も。そっか、でも寿司と寿司合う、刺身合うのか、合うかもしれないですね、うん、一回やってみたら、餅好きな人多いから。餅好き、餅多いよ。あ、ほんとですかね、餅好きじゃないみんな。いや、あんまやっぱ聞かないですよね。いや、お、そのいや、胸張って餅一番好きですは言われへんけど、うん、餅やったら食べときたいと思えへん。いや、俺はもう思わないですね、そんなに。お前その実家におる頃、まあ、学生時分とかさ、うん、年に何回餅食ってた？結構多かったんじゃん。餅？一般家庭より。正月もそりゃそうやし。まあ、正月以外も食ってたんじゃん餅。お前下手したら。特別なもんじゃないんじゃん餅は。あ、うん、いやーでも別に。そんなしょっちゅう食ってなかったですよ。いや、気づいたらお前、おばはん、もちこで言いとったやろ。おばはんってなんすか。人の親は。どう言うたらいいんですか。いや、
お母さんとか母親とかいるでしょ。おばはんって。そうな、ごめん、それ知らんかった。人んちのあれはおばはんって言ったから。うちのママなんかうちのママはもうこの、うん、その感じでママって言ったら気持ち悪いですね。やばいよ、ま、マザコン感ありますよね。この感じのママね。俺のママは一番やばいな。じゃあ餅食う回数多かってんって。だから餅が特別じゃないのよ。あ、そうっすか、うん、あれ好きなんですか。じゃあみたらし団子とか。うーん、でも見たら部分があんまり、あ、見たら部分がいいな。見たらが甘すぎてあんま好きじゃない。ああ、だからどっちか言ったら、あの、五平餅。ん？五平餅。あ、五平餅ね。あの、ヘラ板にこう、米、もち米具でやってやる、あれは好き。あれ好きなんですか？好き好き好き。うん。あれ好きっすか？あ、好き。あれは食うよ。だからやっぱ餅好きなんですよ。ああ。僕食わないっすよ、五平餅。あ、そう。わざわざ。うん。ほなったら、もし神様が降りてきて、お前、これから生、一生死ぬまで主食を餅とするか、うん、主食をたらことするかってどっちする？粒やん、同じ。いや、たらこか餅かですか？そう。いや、それはやっぱ餅ですよ。ダウソ餅やん。何ちゅうにたらこですか、それ。いや、ジャンルは違うよ、その。さすがに餅とたらこじゃ。なんすか、同じ粒って。餅の何が粒なんですか？どこが粒ですか、餅の。餅粒じゃない。餅粒じゃないでしょ、あれ。そもそもの話。うん、そもそもの。お前何の一番好きな？うなぎです。あー、でもわかるな。うなぎ好きですか？めっちゃ好き。あー、まあ焼いてるからいいんですよね、あれは。うんうんうん、あどこのうなぎってさ、いろいろあるやん。東京のうなぎと、うん、あ、まあまあ、関西のうなぎと、あと名古屋と、福岡の行ったことある。うん、あります、ね。どれ一番好き？ああ、でも、まあまあ、でもやっぱ東京のうなぎはうまいなと思いますよ。うん、そうか。俺名古屋やねんな。あ、名古屋っすか。うん、やっぱうなぎって、名古屋もええうなぎやねんけど、うんうん、あの、何その人工じゃないうなぎあるやん。天然？あ、天然。あれって骨太ない？あー、骨。わかる？わからん。いやいや、骨だって、うなぎ、取ってるでしょ？いや、出てくる。やっぱ全部取り切れてないからさ、そう、うまいうなぎが、やっぱええうなぎってやっぱふっくらしてさ、はいはいはい、肉厚あるうなぎって骨太いね。俺めちゃめちゃ嫌やね、骨食うの。いや、その骨出てきます？その、調理ミスなんじゃないですか。うなぎ自体に骨混ざってるよ、絶対。チュッ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 って、あの、細い骨。あ、細いやつね。そうそう、あれが太いのよ。あ、ほんとっすか。そう。で、名古屋のって、ひつまぶしって、もう、細かに切ってるから、骨ないのよ、ほぼ。あ、だから名古屋一番好きやねん。あ、うなぎの骨気にしたことなかったな。だって、あの、生きててさ、うん、骨食う必要なくない？生き物の骨。あ、だから俺、あれもわからん。ケンタッキーでさ、うん、軟骨食うやつおるやん。はいはいはい、軟骨うまいねんって彼が言って。あ、もうあれマジでもう、あれこそ人外の食べ方やと思う。人の外の。人の外。骨もさぶりするとやっぱ犬もあることやん。あ、骨食いやすか。骨食いよ、マジでいや。意味やから。骨食いの人間は下に見ますか。来た下。あと、まあ、申し訳ない。あれはじゃあ鳥の軟骨とかは。だからそれも、だからケンタッキー鳥やろ。いや、そういうので、まあ、ケンタッキーも鳥ですけど、うん、居酒屋とかに鳥の軟骨の唐揚げみたいなのあるじゃないですか。だからその、なんで骨を食べるの、わざわざ。あー、なるほど。骨を。考えたことなかったな。骨やろ。うん。骨やで、だって。うん、いや、まあ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 ね。意味わからん。へぇー。あと、大好きな先輩やけど、ケンコバさんが、はい、魚の目めっちゃ食うね。あー、俺も目は嫌ですね。俺コバさんもすげえ好きで尊敬して、大尊敬してるけど、うん、やっぱその目食うた時だけギャッてなったな。うん、俺この人と飯食いに行くんちゃうかもって思った。うん、目食いやっすね。一回な、あの、コバさんと海外回るロケやっててさ、うん、ほなな、その、なんか中国のな、うん、台湾か、うん。台湾の飯うまいやん。はい、ほんで、だけどちょっとディープなとこっつんで、うん、ほんまな、あの、もう、下コンクリでずっと濡れてて、広いとこで。ほんで、もう自動販売機サビサビで、コーラの瓶の蓋も、キャップ瓶の蓋、錆びてるような店。
ほな、出してきた飯がさ、この、水から煮込んだだけの魚料理みたいな。もうし、あの、汁がもう真っ白い、白濁した。中にこんな、うわって口開いてこう、ちょ、沿ってさ、そのまま、ぐー、わーって、逃げようとして、このまま固まってまいった魚。で、目、あれもう白目だけなのよ、こうやって。魚って。うわ、俺こんなんよう食わんわ、思ってロケ中。ほんで、俺どっちかでもちょびっとだけ食ってたら、小葉さんを、うまいなぁ、言うて、食うてんのよ。で、わ、小葉さんほんま目何でも食うな思ったら、ちょっと、皆さん食べへんネタいただいていいですかって、目端でぐぐりえぐって、うわ、思ってカメラ、まあほんで、食うて、うわ、すげえ思ってんけど、カメラ回ってる時やから俺やった思ってたよね。まあまあ食えんにゃろうけど、カメラ回ってしあえて食うたよな、こんな汚い店の、汚い魚の、汚い水で煮込んだ汚い魚の目。ほんで、うわ、すごい人やな、テレビのために、と思ってて、ほんでもう収録終わって、で、泊まりでホテル泊まるやん。ホテルビッフェやったんよ。ビッフェでなんかこんなポテトとかさ、ほんでなんか知らん肉焼いたやつとかこう取ってるやん。小葉さんみたいな、こうまた、揚げた魚があってさ、ほんでまた真っ白の目あるやん。カメラ回ってんねんで。ほな、なんかこんな胃腸型のトングわかる？はいはいはい。あの、この細いやつにこんな、パッて見たら、その、一応型のトングで目がかりて動こうとしてて、もう取れへんなぁ、こうやって。心底この人目好きなんだ。目好きなんすね。カメラ回ってへんとこでも、しかもあんな取りにくい一応トングで目グリグリやってて、いや、怖ぁ思てこの人。いや、気になるなぁ。目しやわぁ思った。インド行った時もあの、牛のチンポコ平気で食ってたし。あ、小林さんですか？あれ何でもいけるんですね、だから、ね、いける。で、どんな味、どんな味、どんな味するんだろう、ホルモンやつって。ホルモンと一緒に食ってみて、全然ホルモンちゃうねん。くっさくさい、チンポかねん。なんか、金玉とか食うじゃないですか。食う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 。嫌っすよね。いや。あ、俺も分かる。俺も金玉嫌です。小葉さんも平気で食う。あ、で、全部ホルモンやっていう。はぁ。いや、もう金玉食ったことないけど、もう金玉の味やん。え、そうですよね。金玉って。チンポコも、食ったことないけど、チンポコの味なのよ。うん、あ、これがチンポコか、じゃなくて、うん、うわ、チンポやってなるぐらい、もうチンポコやね。食った瞬間にね。食った瞬間に、小葉さんはもう食えるからな。ホルモン。ホルモンって言っても。やっぱ変人やわ。そっか。で、下手したら、あれもう、その番組盛り上げるために、俺、うん、ベロにコンドームしてんじゃんかな、思て。ああ、味しないために？そう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 。じゃないだから食えへんもん、普通。ベロドームしてな。ベロドーム。ベロドームしてな。怖いわ。見に行こうか。一通り軽快なトークも終わりました。小峠、消えてんぞ。嘘。ええ感じ。ああ、ほんと。ほぼ消えてる。あ、ちょっとこっち持ってるけど、こっち俺。ああ、ほんとだ。そっち消えてますね。拭いてもらおうか。はい。もうやるか。あ、じゃあやります。ありがとうございます。いや、僕やりますってね。うん。僕がやりましたね。なんでコッキーさんやるんですか。やらしてくださいって普通言うねん。すいません。ここに拭くで、お前、こう。遠藤道郎さんみたいに。でや。あ、でもいい感じだと思う。うん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 。いいね、いいね。はい。もうそれラストやと思え。これラスト、うん、はい。同じとこ吹きすぎなよ。パレてくるぞ。はい。考えろ。うん。なお前、生まれたてじゃねえから。どういうことですか、生まれたてのなんかぼーっとした頭ちゃうねんから考えて、そういうこと。泣くだけ泣くのが仕事じゃないやろ。そう言うてんの。考えて、考えて発言して、考えて殺すのが今のお前大人の仕事や。もうなくなっちゃう、お前これ。一個のとこ振りすぎたやんって、お前。お前。こっちの目いてないな。うん。マジやんけ。どうしましょう。どうしましょうじゃないよ。もうないですか？いや、もう、俺も出た。何やんけ、お前。まあ。いけるな。はい、このまま乾かそう。はい、はい。OK。分かれ、多分分からへん。はい。何やねん、これ。
いや、いい、こっちは、いや、いいと思いますよ。冷静に見たわ、今。いやいや、別に、そんな、ほんまか。変やないか。いや、いいんじゃないですか。また履いてみよう。な、なかなかわからんな。はい。もう靴が履いてなんぼやから。履いたらここもな、またあの丸み出てな、変わってくるもんな、形がな。うん。あとまあ、マーチの紐の色変えてもええんか。ああ。な。なるほどね。せっかくだし、もうちょっと紐の色変えてもええかな。な、まあ。うん。小峠もなんか変えたかったら。ああ。はい。お得意のタンクボックス。タンクボックス。こんなもんか。小峠何色やったお前。ん？お前、白、黒グレーやもんな。黒グレーです。うん、白とかあんかもな。うん、白、あ、でも俺は黒の方が変かな。あ、これはなんかそれぐらいの方が良さそうですけど。まあ、緑ってさやな。やっぱ黒の方が変な、俺はな。うん、黒にするわ。お前やってくれてな。いや、俺はやってない。なんですかね。お前やってくれたよこれ。なあ、なんやこれ。ピエロ感ありますよね、なんか。あるよ。うん。こうなったらボーダーの方が良くない？そんなことない？どう？いや、そうだね。まあ、やってくれたな。じゃあ、なんでしょうね。なんやねん、これ。これ、なんやねん。なんかね、なんでしょうかね。おぉ。いや、はっきり言うていけ。変やろ。お前、これ変やろ。そんな。お前、5時間使うかけて。これ変やろ。なんかそうですね。安い。ああ。なんかなよっとしてますね。やば。おいっぽいなさん、おいっぽくはないよな。なんか男らしくないですね。確かに。わかるわ。あとやっぱりこの柄の意味わからんよな。鏡見てきていい、はい、下手したら自分で客観的にはええんかもな。なんやこれ。これなんやねんこれ。え、これなんやねん、これ意味わからん。これなんやこれ。なんでしょうね。お前やってくれたな。俺は何も。お前思ってたんと全然ちゃうぞ。なんかなんでしょうね。これ。女子が似合うかな。あ、女の子はいいかもしれないですね。男子ではないんかなこれな。ちょっと。あとさ、この赤とさ、これこのグレーが、これなんかこう銀に見えねん。ほんであの、天下っぽくない？天下？うん。天下履いてるみたいに見える。天下履いてる。あいつ天下履いてんなって。うん。よう聞いてごらん。ドゥプドゥプ言うてるよ。歩くたびにってなってんのこれ。これちょっと小峠のどうなってるかやな。そうですね。ちょっとお前ら変わってるから見てこよう。笑うなって歩くたびに。
あ、乾いてるわ。乾きました。うん、あ、ありがとうございます。さあ、これが仕上がるまで分かんないですね。分からんね。取ったのかこっちな。ありがとうございます。木ゆっくり取りや黒、うん。下手したらあの黒が取れたら大変やからな。いや、俺はええよ。せめて来てくれた小峠のはうまく切ってほしい。まあまあまあ。ほんまに。お、綺麗な。うん。あ、意外と、ちゃんとできてるかも、マスキングは。うん。うん。うん。あー、ちょっと漏れてんな。うん、あでもまあ、引きで見たらわからんかもね。逆にこの粗さがいいかもね。ああ、そうですね。うん、うん、うん。手作りっぽい感じでパンクっぽくてな、うん、あのスプレーでさ背中に字書いてるみたいなさ、はい、うん、おーおーおーおお、綺麗綺麗、うん、まあ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 、いけてるとこはいけてるよ、まあまあまあ、そうですね、うん、一回入ってみるよ、そうですね、うん、どうする、白白いけそうな気がする、ああ白か、ああ白くらいだと、この変な状態見えるから、あ変って言ってんじゃん赤でも描くじゃない、あ赤ね、うん、赤ぐらいでいいかもしれないですね、赤にしよう、赤にしてみようか一回な赤赤ね、はい、僕ちなみにあの上2つだけで、あ、上2つ、はい、いつもそれでやってます、あ、赤の紐ええかも、ね、変なボーダーが見えへんから変って言ってんじゃん変って言っちゃってるんですよ、入ってますか、やってくれました、ね、やってくれましたね、いや、ほんまやってくれたな、これ何やねん、何がかっこいいねんお前やってくれたな、これはやってくれましたね、これやってくれたよ、これお前これ何の意味があんねん何も意味ないから。これ何がかっこええねん、これ。こんな時間かけて。いや、俺答えよ、ここはええと思うねん。ここのこの V になってるやん。あこれがダサい。ここの V がダサい。確かにね。うん、この V ダサいっすね。いや、でもなっちゃうよな。うん、あ確かに、この V ダサいな。でもリアルで言うたらこの時紐を赤にすることによって赤が際立ってるからグレーが死んでてギリ開けるよ、あいやなんでその塗った部分殺さなくてなんで紐に目を寄せつけなくちゃいけないんですか、なんでここで釘付けにしなくちゃいけないんですか、いやこれはちょっといかついな、これはちょっとでしたね、俺さ、はい、あの、これさ、この街あるやん、はい。これ視聴者プレゼントにしようと思うねんけど。ああ。どう思う？いや、いいんじゃないですか。お前こそ、お前はこれ自分で。これ視聴者プレゼントにしよう。俺がだいたい28センチです。はい。これが26ですね。ええ。ぜひ、あの、自分の足にあって、この柄が欲しいって言ったら連絡だ。応募方法はちょっとわかんないですけど、あれしてください。ああ。ええ。いやー。長時間かけたな。ねえ。うん。まあ、視聴者プレゼントができたっていうのがいいんじゃないですか。結局そうやんな、うん。わざとこう物をあげたいがためにこれ作ったっていうかさ。ああね。うん、お前らもっとかっこよくできるやん。俺らって。いやまあまあもう。あえてやるからさ。あげたいから。でもこれもでもそのかこれがめちゃめちゃかっこいいって。思う人もいると思いますよ。いやそうやんな、うん、センスはやっぱ人それぞれですから。だからあの俺らみたいにその どっぷりパンク好きなアンセスっていう人以外はそうなんですよね、いけると思うよ、うんうん、いや本当そうやつ、
ほんとそうですよ。ほんとそうですよって何やねん。タンクとしてはってことですもんね。そう、ちょっとな、ロックっぽいよね。わかりますわかります。あの、ヘビメタやってる人とか、いや、そうなんですよね。ちょっとそっち系の人やったら、あの、ダイヤモンドユカイさん、レッドウォーリアーズのコピーバンドやってますみたいな人が、よかったらぜひ、うん、この2色。はい。一個一個バラバラで、うん。社員でも書いとくか、ほんで、ここのな、ベルの画面な。それ喜ぶかもな。はいはいはい。亀変更峠。もちろんです、もちろんです。ここ片一歩ずつね、社員書こうか。あー、うん、なるほどね。こっちに小峠書いて、はいはいはい、こっちかとかな、こっちに。うん、さ、まあ、これサイン書いてかな、誰も欲しがないから。逆に言えたらね。究極、うん、色塗り直してくれはったらいいし、染め球で。だから、うん、あまあね、サイン付きマーチになるやん、ほら、それで。ああ、まあね。うん、ね、もう、あの、50人、どうぞ、50人。あ、うん、ただ、その、もし街中でこれをゲットして、うん、あの新宿あたりで歩いてる時に偶然あったら、うん、あの、見てください、このマーチにつったら。ハイタッチこそできないですけど、ここでね。やりますんで。これね、履いてる人ね。うんうん。見たいっすね、確かに。見たいよな。街中でね、うん、これ履いてる人。まあだから人それぞれやから、かっこいい、かわいいの感覚は。俺らはちょっとあの、やっぱ、できた瞬間笑ってしまった。いや、そうですよね。うん。いや、確かに。やってくれたなっていう声がやっぱ出るわけだから。うん。まあ、その、あんま言いたくないけど、今回ちょっと失敗やったかな。つまんなことを言う。いや、まあまああるでしょ。うん、そういう時も。3時間ぐらいかかってますけど。そうだな。結構やりました。それはもう12時っすよ。ドラムなら。12時。こんな無駄な時間なかったんですよ、ね。これは。まあ、しょうがない。でも、まあ、まあ、次、じゃあ、ちょっとあの、ウエストポーチ。病のウエストポーチ作ろう。うん、病ポーチをな。もうしっかりはっきり言うけど、はい、塗ったから、塗っといて言うのもないけど、やっぱマーチはマーチで完成されてんのよ。これ以上遊ぶようなもんじゃないのよ、マーチンって。そうですね。そもそも。それははっきり言うとくよ。うん。うん、色で、紐の色で遊べるから。うん、マーチンって。カラー、あの、ソールの高さ、あの、ホールの高さ。うん、ね、いろんな遊び方あるから、この、わざわざこうやって色をつけて遊ばないでください。要注意です。確かにね。こういうことになりますっていう、ね。そう、こういうことになりますよ。こういうことになっちゃいますんでね。お願いしますね。うん。まあ、そういうことで。うん。ちょっとほな、ここにおれよ、ここに。ずっとやってみ。はい、ご苦労さん。